はい、今日はですね、正田を飛び出して、初めてのロケに来ております。ここは岡山市内のとある場所なんですけども、まあ、私の初めてのロケという記念でもあるんですけども、もっと記念した方がいるので奥へ行ってみましょう。まだ見えますね。じゃあこちらに、はい、こちらにいるのは木山晃平選手です。まあ、木山選手といえば、J リーグ通算400試合出場を達成したということで、まあ、いつも、そういう選手には記念グッズを作るんですけども、今日はなぜここにいるかというと、何を作るんですか？備前焼き。備前焼き、まあ、岡山といえば、はい、備前焼きで、うん、マグカップを作ろうと。お、本当にサポーターの人たちには、うん、支えてもらってるんで、うん、まあ、自分が心を込めて備前焼きを作り、それを届けられたな、いいなと思います。ということで、実際に今から作って、はい、行こうというわけで、こちらデーロー靴さんに来ております。で、実際に作りましょうか。頑張ります。行きましょう。はい、はい、ちょっとこう広がってる感じがいいですね。広がってる感じ、ね、これ持ちやすいですね。これ持ちやすいですね、うん、これにします。ちょっとじゃあ平べったい感じで、はい、はい、ありがとうございます。雰囲気出た。で、じゃあちょっと一個だけ、はい、実演をつけて。重いな。あ、ちなみに400g の土を、はい、ご用意してますので、じゃあ最初だけ、はい、ご一緒に。こうですね。で、こう回ってるのでこうですね。こういう動きを挟みながら、こういう動きとこういう動きを交互にやります。いきますよ。抵抗をかけて、なんとなく分かります。土がこう上に、一緒に上についてきます。今度は下に下ろしましょうか。じゃあ、あ、いいですね。いいですか。これちょっと今度は親指をスライドさせて、はい、そこを作りますね。はい、ここでバランスを取りましょう。ゆっくりいきましょう。今の状態だと端正な形ですね。おそらくもうちょっとシャープな感じにイメージとしてはなってきます。ちょっと張って下へ押し付けてやって、その、はい、次で2人目です。はい、どう、はい、OK です。おお、いい、結構良くないですか。いいんじゃない。だいぶ先生の力借りたけど、楽しいですね、やっぱり、うん、作るの、うん、難しいけど楽しいですよね、うん、先生そういう、あ、わかりました。じゃあもう1個、これ2個目ちょっと集中切れやすいからね。1個目今できちゃったから、今の感じ先生あんまサポートしないよみたいな感じだった。2回目はね、はい、結構力いる。力ではない。多分同じ力入れれるような感じじゃないですか。ああ、先にじゃあバランス。
面で捉えて全体に包み込んで抵抗をかけてやると土全体が動きますので、うん、そうですそうですそうです。いや面でそうなんですか。シュートはね面で守らないといけない。一緒に来ましょう、はい、せーの。いいな。今度は男性の武骨さを表現してみました。ちょっと焼酎とかの感じですね。ああ確かに。そうですね。ハイボールなんかもいいかもしれないですね。うんうん、いいのまたできちゃいました。うん。力を入れない方がいいですね。うん、3つ目できました。また違うね。あでもこの辺がいいな。決まりました。はい、はい、ここグッと押して、なんか押さえてますので、ね、ちょっといい。すごく気に入ってます。自分の子供みたい。お疲れ。お疲れ様です。どう感想、もう率直な感想は。楽しかったけど、うん、疲れた。疲れた。余計な力をいろいろ使ってたと思う。ただすごくいいのができちゃったなっていうのが、もうこれが商品になるんで、ちゃんと手作りしましたと。裏にサインをこうかな。そうだね、サインは全部、入れます。一個一個入れにもう一回行くと。気持ちを込めてもう一回来ます。たくさんサインを書きたいんで、たくさん買ってください。これ400試合っていうやっぱ特別なんで、はい、100試合200試合とは違った形で、はい、心込めて作りました。うん、もう本当に気に入ってます。うん、表情がいいもん。楽しかったです。うん、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れでした。